どうもこんにちは、鈴川彩子です。本日はこちらプラレール E233 系南部線を紹介します。はい、こちら、E233 系はね、首都圏とかではすごいよく見られる、通勤型の車両なんですが、2014年からこのね、南部線でも205系の置き換えとしてね、登場しました。じゃあ早速開けてみたいと思います。さあ出してみましたけども、これね、南部線カラーリングがね、このオレンジ、黄色っぽいね、オレンジで、かなりちょっといろんな色がね、ここ使われてますね。こうなんかロゴも可愛い、ちょっと都会的なイメージでね。それ以外は基本は一緒ですかね。普通2233ということで、あ、川崎行き、各駅停車川崎行きでございます、こちら。ただこれシャーシがね、これ最近の新しいタイプになってるので、この電池がこのね、ドライバーを使って入れるタイプですね。これね、その路線によってカラーリングがやっぱり違うのでいいですね。またちょっと印象も変わるというか。はい、ということでこちらの車両走らせてみたいと思います。はい、ということでレイアウトが完成しましたね。かなりちょっとぐるぐるしたりしてますが、ここね、他の E233 系、こちらが京葉線に、よいしょ、埼京線に横浜線のね、3色揃っております。そしてここに今回の南部線をね、一緒に走らせたいと思います。じゃあスタート。おお、速い。どちらを見てきた。
ということでね、まあ、車両自体はねすごい量産型でいろんな路線で使われてますが、まあ、だからこそねこのカラーリングとか好みもね出てくるんじゃないかと思うので、ぜひぜひ気になった方はチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで以上プラレール E233 系南部線でした。ありがとうございます。